柳橋物語山本周五郎前編八横にはなったが眠れなかった風はますます強くなる様子で雨戸へバラバラと砂粒を叩きつけともすると吹き外してしまいそうになったそのうちに 表で人の話し声が聞こえ始めた。下へ回るぜ。とか。ああ、とうとう駿河台へ飛んだ。とか。今焼けているのは明神様じゃないかなどという言葉が風に引きちぎられて途切れ途切れに聞こえてくる。また大きくなるんじゃないかしら。お線が目をつむったままそう言った。 元六はそれには答えず、ややしばらくして。風が変わったな。と一人ごとのように呟いた。裏の魚屋の女房が来たのは、それから間もなくだった。表の戸を叩きながら呼ぶので、おせんが着物を羽織って起きていった。のんきだね、おせんちゃん。寝ていたのかえ お楽はまだ開けないとの向こうで行った。火が下へ飛んで、こっちが風下になったよ。出てごらんな大変だから。さっき見たんだけれど。おせんはそう言いながら窓を開けた。するといきなりパッと赤い大きな火の色が目へ飛び込んだ。こっちが見たというより、日明かりの方で飛び込んだという感じだった。 向こうの家並みは真っ暗で、その屋根の上は一面に赤く、眩しいほど空いっぱいに広がっていた。まあ、ずいぶん広がったわね。そんなこともないだろうけど、手回りのものだけでも包んでおく方がいいね。うちでもとにかく一片付けしたところだよ。何しろここにはおじいさんがいるんだから。どうもありがとう。 そうするわ、おばさん。いざとなったらおじいさんはうちがおぶってゆかあね。それは心配はいらないからね。お楽が去るとすぐ、おせんは手早く着替えをし、すぐいると思えるものを集めて、包みをこしらえた。江戸には火事が多いので、普段から心の用意はできている。荷物はできるだけ少なくとか、米はどんなにしても、 二日分くらい持つとか、飯碗に箸は欠かせないとか、切り傷、火傷、毒消し薬などを忘れるなとか、みんな常々、訓伝のように今しめ合い、いざという時孫つかないだけの手順はつけてあるのだった。包みができると、おじいさんに起きてもらい、布粉を二枚重ねた上から、綿入れ板点をさらに二枚着せ、ズキンをかぶらせた。 この間にも、表の人声はだんだん高くなり、手荒く雨戸をくる音や、荷車を引き出す、けたたましい響きが起こったりした。もう支度はできたかえお楽がそう言って入ってきた。慌てなくってもいいんだよ。また少し風が変わって、日先が西へ向かっているからね。こっちは多分大丈夫だろうって、うちじゃあ今、 暴クロ町のお得意へ見舞いに出て行ったよ。でも、さっきよりかがりが大きくなったようじゃないのおばさん。上がりかまちへ出て行ったおせんは、夜空を見やりながら、それでもやや落ち着いた声でそう言った。いやだわね、地震の後でまた火事だなんて。お江戸の名物だもの。風が吹けばジャンと来るに決まっているのさ。 それにしてもれっきとしたお神があって、知恵才覚のある人もたくさんいるんだろうに、なんとか小さいうちに消す工夫はないもんかね。番たび百件、二百件と焼けるんじゃ、もったいない話じゃないか。あら、おばさん。おせんは急に身を乗り出した。こっちの方が明るくなったけれど、どこかへ飛び火がしたんじゃないかしら。あら、本当だね。 おまけに近そうじゃないか。お楽はあたふたと外へ出た。確かに飛び火らしい。元の日先は西へなびいているのに、それとは方角の違う。しかもずっとこちらへ寄ったところに、新しい大い色の明かりが立ち始めた。通りには包みを背負い、子供の手を引いた人々の往来が次第に茂くなったが、その人たちの顔が見えるほど、 空は赤々と焦がされていた。家を見てくると言ってお楽が去ると、お仙は買って行って水を飲み、どうしようかと考えまどった。足の不自由なおじいさんを連れて行くには、あまり差し迫らないうちの方が安全だ。しかし、よく話に聞くことだが、下手に逃げるとかえって火に囲まれてしまう。立ちのくなら、火の風の向きをよほどよく見なければという。 まだ経験のないおせんには、今が逃げる時かどうか、どっちへ行くがいいのか、まるっきり検討がつかなかった。どうしよう。おせんはまた表へ出て行った。おせんちゃん、まだいたのかと、右隣の主人がびっくりしたように呼びかけた。もう逃げなくちゃいけない。立花様へ火が移っている。 早くしないと飛んだことになるぜ。そう言うと、背中の大きな包みを揺り上げながら大通りの方へと走っていった。おっせんは足がブルブルと震え出した。よく気をつけてみると、わずかな間に近所ではだいぶ立ちのいたらしく、往来の激しい騒ぎとは反対に、大抵の家が雨戸を開けたまま、 ちょうど黒い口を開けているようにひっそりと静まり返っていた。おせんはぞっとして路地へ飛び込んだ。裏の魚屋へ行って、おばさんと呼んでみたが返事はなく、包みを背負った男たちがおせんを突き抜けるように、どぶ板を鳴らしながらかけて通った。気もそぞろに、家へ戻ってくると、おじいさんは仏壇を開いて、灯明をあげているところだった。 おじいさん。おせんはできるだけ静かな調子で言った。多分大丈夫だと思うけれど、なんだか日が近くなるようだから、ともかく出てみましょう。お前、雪きな、おせん。と、玄読は仏壇の前へ座った。ここは焼けやしない。俺にはわかってるんだ。ここは大丈夫だ。 けれども、万に一つということがあるからな。お前だけは、しばらくどこかへ行っているがいい。そんなことを言って、おじいさんを置いて行けると思うの私を困らせないで。人間には、情明というものがあるんだ。おせん。玄は静かに笑った。 どんなに逃げたって、寿命から逃げるわけにはいかない。俺はジタバタするのは嫌いなんだ。それじゃあ、あたしもここにいてよ。バカなことを言っちゃいけない。俺とお前とは違う。お前はまだ若いんだ。 お前はこれから生きる人間なんだ。若さというものは時に寿命をひっくり返すこともできる。七十にもなればもうジたばたしても追っつかないが、お前の年頃にはやるだけやってみなくちゃいけない。 どんづまりまでもういけないというところから三段も五段もやってみるんだ。おせん、俺のことはかまわずに行きな。あんときもすればまた会えるんだから。おじいさん。おせんはおじいさんの膝へすがりついた。 その時表から、じいさんと叫びながら飛び込んできたものがあった。杉田屋の康太だった。彼は頭巾付きの刺し子を着ていたが、その頭巾を跳ねながら上がりかまちへ片足をかけた。もう立ちのかなくちゃいけないよ、じいさん。立花様へ飛んだ日が、お蔵前の方へかぶさってきた。こいつはきっと大きくなる。今のうちに川を越す方がいい。 俺が背負っていくぜ。よく来ておくんなすった。すまない。元禄はじっと、こうたの目を見いった。せっかくだが、俺のことはいいから、どうかこのおせんを頼みますよ。俺はこんな体だし、もう年が年だから。 バカなことを言っちゃいけない。コウタはわらじのまま上へ上がった。年寄りを置いて若い者が逃げられるものか。さあ、この方へ捕まるんだ。おせんちゃん、持っていくものはできているのかいええ、もう包んであるわ。じゃあちょっと手を貸して、じいさんを追わしてくんな。何か補装でもあったら結びつけていこう。色消しだがその方が楽だ。 構わないでくれと泣くように言う言録をコータは無理に肩へ引き寄せお線の出してきた三尺帯でしっかりと背へくくりつけたお線は歯を食いしばったコータとは単純でない行く立てがあるどんなに苦しくとも彼には物を頼みたくないしかしこの場合他にどうしようがあろう彼が飛び込んできたときお線は嬉しさに 思わず声を上げそうになった。ずいぶ分勝手だけれど、勘忍して。後ろからおじいさんを追わせながら、おせんは心の内で、こうたにそうわびを言った。よかったら行くぜ、おせんちゃん。私はこれを持てばいいの。あ、いけない。日よけに火が行けてあったわ。行けてあれば大丈夫だ。そんなものはいいよ。 それでもと言っておせんは手早く火の始末をし、康太と一緒に家を出た。大通りは人でも見返していた。浅草の方は一面の火で、もうその辺りまできな臭い煙がいっぱいだった。康太はちょっと迷った。西を見ると、駿河台から伸びてきた火が、向こう柳原辺りまでかかっているようだ。北は湯島を焼いたのが、片方は上野から、 片方は神田川にかけて燃え広がっている。そして浅草の方も火だ。つまり隅田川に向かって三方から火が伸びているのである。お前の私から向こうは大丈夫だ。そう言っている男があったので、康太はその男を捕まえて聞いた。確かだとも。と。軽子らしいその男は意気込んだ調子で言った。 俺は駒形のものだ。お袋が神田にいるんで行くところだが、焼けているのはお馬屋の私からこっちで、あれから向こうは煙も立っちはいない。逃げるんならあっちだ。康太はそっちへ戻ろうと思った。しかし、道いっぱい、土頭のように押してくる人の群れを見ると、その中を行くことがいかに不可能であるかすぐに分かった。彼は、 背負っっったた。をを思い、い左手にがてるやっぱり本所へ行こう。同じ火をくぐるなら、行き着いた先の安全な方がいい。そう心を決めて歩き出した。浅草橋まで、あと一またぎというところまで来た。湯島の方から伸びてくる火は、もう佐久間町のあたりの大名屋敷を焼き始めたと見え、 横まに吹きつける風は、いぶされたように、煙と熱気に満ちていた。おせんは絶えずコーの背中にいるおじいさんに話しかけ、元気をつけたり、励ましたりしていたが、この時、人の動きが止まって、前の方から逆に押し戻してくるのに気がついた。押しちゃダメだ、戻れ戻れどうしたんだ、先へ行かないのかごもんが閉まった そんな声が前の方から聞こえ、まるでせき止められた洪水が逆流するかのように、ひしひしと押し詰めた群衆が後ろへとなだれてきた。お線は康太の腕へ両手でしがみついた。光山、御門が閉まったんですって。そんなことはないよ。彼は頭を振った。何かの間違いだ。この人数を放って門を閉めるなんて、そんな馬鹿なことが。 拷問が閉まったぞ。その時前の方からそう叫ぶ声がした。拷問は閉まった。みんな戻れ。浅草橋は渡れないぞ。その叫びは口から口へ伝わり、あらゆる人々を絶望に叩き込んだ。湧き立つような喧騒が一時、しんと静まり、ついで、非常な怒りの怒号となって爆発した。 浅草橋五門を閉められたとすれば、彼らが火から逃れる道はない。火事は北と西とから迫っている。しかも恐るべき速さで追ってきている。東は隅田川だ。浅草橋はたった一つ残された逃げ口だったのだ。門を叩き壊せ誰かがそう喚いた。踏みつぶして通れ すると、あらゆる声がそれに和して時を作った。門を壊せ押し破ってしまえそれは生死の際に押し詰められたものの死に物狂いな響きを持っていた。群衆は目に見えない力に押しやられて、再び浅草橋の方へと雪崩を打って動き出した。